とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。ね、また出た。出ました。なんだと思う？この呪い王の違います。パープルストームですね。アーティファクトチャージ、クールダウンショット、ロールチャージ、全部ついてます。全部ついてる。でもね、俺、パープルストームね、2つもうすでに持ってんだよね。まあ、263だから、使えるちゃ思うんだけど、微妙だな。でも、取らないわけにはいかないしね。一応これゲットしといて、そうだな、今度、マルチの生放送をやって、その時に、なんか余ってるやつみたいなのを、配ろうかな。です。ということで、今日はちょっとね、一応ここで予告しておきます。生放送で、結構いいやつだけども、俺は使わないからあげるっていうのを配ろうと思いますので、よろしくお願いします。ということで、本日もよろしくお願いします。行きましょう。それでは、2周来ました。今日タワーやります。タワー5周やりますね。本当はね、やるつもりは別なかったんだけども、たまたまあれ出ちゃったんで、やります。もう今日は、多分、15、6週ぐらいやってると思いますけども、またね、残り3週か、頑張っていこう。もう慣れてる。もう慣れまくってるよ。残り4週で何かいいのが、もう一個、ワオワオ全部ノーマル。こんなこと珍しいよ。マジで珍しいよ。いや、ひどいね。あははは、トリックもついてる。ついてる。なるほどね。いや、ついてるよ。クールダウンショットとロールチャージ。ついてるね。いやー、でもっていう感じだな。一応これ取っときましょうか。はい。では、残り3周頑張ります。3周目！さすがにちょっと疲れてきた。さすがに疲れたぞ。もうこのね、残り2周をやったら、今日はもうタワーに登らない。もう登らないでいいでしょう、今日は。さすがにやりすぎた。3周目。行きましょう。1周目、2周目となかなかいいぞ。流れは来てる。でも弓じゃないんだ、俺が欲しいのは。あー、なるほどね。まあ、ヤギは、もともとクールダウンついとるからね。まあ、爆縮か。マルチショットついてるし、使いやすいやつではあるでしょう。悪くない。で、ヤギは、もともとクールダウンついて、それに、防護でしょ？で、雷フォーカス。最後の叫びか。いまいち。フルメタルはどうだ？ああ。フルメタルね、結構強いんだけど。まあ、俺、これは、クールダウン付き、すでに持ってるのでいいか。そうね。まあ、フルメタル、お供え物にするか、売るか、するか。最近ね、お供え物じゃなくて、売るようにしてますね。めんどくさい。ということで、残り2周頑張ろう。4周目行きましょう。サクッとね、もう戦いはしません。サクッと倒します。しゃ、では、クリアして残り1周だね。2回でなんか出るかな。もう何も考えてない時の方がよく出るからね。実際これ本当に何も考えない時の方が出る傾向にあると俺は思うよ。なんか考えてたんだろうね。ラギッド？ラギッド俺よく出る気がするな。なんか出ません？ラギッド。よく出る。1日1回は見るんだよね。
ラギッド。いやいらないな。まあ防具はちょっと他の装備に比べて少ないんでこれにしときましょうか。うん、まあ古代狩りもぼちぼちはやるしね。これにしときます。ラスト行くぞ。それではラスト登ってきたよ。最後戦います。最後はちょっと戦わせてください。やっつけてやります。本日最後の邪悪なレースでいい。倒そう。はいはいはい、よっしゃー。お、連鎖反応が今日よく出るな。よし、矢は、あ、矢が若干やばいかも。いや、いけるな。あんまり減らせない。いや、でも終わるわ。なぜか敵が動かない。よし、終わり。終わりです。本日のタワーこれにて終了ですね。だいぶ回ったよ。ラスト、なんか出るかな。おー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 、いいぞいいぞいいぞ。待って、壊れたソーブレード、これ良くない？ダイナモ、痛みで、一番右が、そう、いや、このね、ダイナモと痛みっていうのが重要なのよ。重要。で、壊れた総ブレードも、機械化総ブレードも、攻撃速度の長さだけが変わるんだよね。なので、どっちでもいいんだよね。釣り竿連打で使うなら。あり。これ、結構強い。うん。一番右は、まあ、そうね。まあ、なんでもいいんじゃない？ボスをね、ワンパンして倒すような武器なんで、そこは考えなくていいかな。輝きだったら、通常でも若干使えるか。真ん中！これは、微妙だな。これは微妙。うん。まあ、ドッグフォーカスとか、あるけども、それならば、ポーションバリアが欲しいか。カバンビルドもちょっと雷フォーカスがないから使いにくそう。これはダメ。心奪うもの。微妙なんだよな。エンチャントもクリティカル。いやー、真ん中良くねえな。一番右も、そうね、輝きもそんなマッチしないしね。これも間違いなくこれよ。壊れたソーブレード。まあ見た目はね、機械化ソーブレードの方がかっこいいけども、全然使っていける。これはなかなかいいエンチャントだったと思います。これにしましょう。はい、ということで今日はタワー5周、本当はやるつもりなかったけどもやっちゃいました。3つほどなかなかのものが出ましたね。いや、2つかな。うん、使えそうなのは2つです。で、最初に告知した通り、生放送のマルチでちょっと俺の余ってる装備なんかを配ろうかと思います。ちょっと圧迫しすぎてもういっぱいいっぱいになってきてるんでね、いくつか配りたいと思います。その時はよろしくお願いします。それではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。